はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。5月7日日曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝も、広島からお届けしたいと思います。今朝の一言は渦の中心に立つということで、解説文を読んでいきたいと思います。会社など集団の中で仕事を円滑に進めていくには、それがどんな仕事であれ必ずエネルギッシュに中心的役割を果たしてくれる人が必要となります。そのような人を中心に、あたかも上昇気流が湧き起こるかのように全員を巻き込んで組織が大きく動いていく、そんな自分から積極的に仕事に向かい、周囲に働きかけ仕事をダイナミックに進めていける人を、私は渦の中心で仕事をしている人と表現しています。はい、ということなんですけども、そうですね、これは本当体験したこともあるんで、すごいこう分かるというか、なんかやっぱ乗ってる時は、なんか例えば、まあ、企業とかもそうだと思いますけども、まあ発起人みたいな人がいて、こんなやつやろうやみたいな、そっから、まあ、まず一人でやったり、まあ、身近にいる誰かに声かけたりして、一人から始まり二人三人になっていって、まあそれがどんどん具現化していくことによって、それをこう何て言うんでしょう、応援してくれる人たちがどんどん増えて大きなプロジェクトになっていくみたいなね。まあ全部が全部そういかないんで、本当に大きくなるっていうことに関していくと、やっぱりそれなりの意味があって、それなりのタイミングでそれなりの人がそのグループに入ってくるっていう、なんか引き寄せ的なラッキー的なものも含めて、いろんな要因があると思いますけども、これは今個人的にもいくつかこういうプロジェクトをちょっとやろうとしてることがあって、またなかなか難易度高いのが、まあ日本国内だけじゃなくて、まあ中国も含んだところで、今ちょっと仕掛けていることがあるんで、これはね、なんとしてでも来年はやりきりたいんですけど、到底一人じゃもうできないんで、巻き込みまくりなんですけども、まだね、ちっちゃい巻き込み、まあ渦なんで、これをね、いかに大きくしていくかっていうのは、もう意外と今日のプレゼンにかかってるみたいなところがあるんで、ちょっと緊張しておりますけれども、なんとか小さい渦から大きくしていきたいと思います。ということで、ゴールデンウィーク最終日、楽しんでいきましょう。